こうやっちゃうとな、ボディがな、もうそれだけだよ。今の車、鉄板も腐らないし、ぶつけさえしなければなんともないんだよ。10年やそこらだったって10年、15年もなんともない。エンジンはさ、オイル交換ちゃんとしてねえから調子悪くなったとかってなると思う。溜まってちょうど良くなってるわけでしょ、フラッシングシャーとそれ綺麗にしたいじゃん、ほんとカス取っちゃうじゃん、ほんともしあれがあったらガタガタが出ちゃうじゃん。だから調子悪くなったらフラッシングとかしない方がいいね、あんまりね。まあ、今はさ、まあ、すり減るってこともないと思うけど、あれが良くなったからね、その作るさ、壊れるまで。ただ、やっぱり運気でいないと閉じてる。考えたときに、ここはあれだね。やっぱバンバン思うのはやっぱ運動するね。これは一つあると思います。やっぱ体を動かす。過度にやっぱ動かす必要はないですけど、まあ、バンバンとしては朝起きたときに大体いつもなんかドルと考えてる。ストレッチと、まあ、ちょっとしたエクササイズみたいなのを、やったりします。みんなそうじゃん。まあ、半分だったんでしょ。買う人がいないでしょ。不動産屋。あれだけじゃコンビニぐらいでしょ。スーパーするには狭すぎるでしょ。買えばね、ああいうとこなの。思えるような価値力、これはやっぱり。どういうこと？
車が増えて増車でもしなければ買わない。仕事が増えるってことは新しいお客を見けなきゃだ。新しいお客を見けたらなかなか大変だわ、食い込むのは。辛そうだね、食い込むの。食い込むの大変だよ。俺も大変だよ今。それなんか決まってるからね、枠はね。そう、新しい枠あるわけないからね。食い込むってことはさ、今そこでやってる相手の会社の仕事を減らして自分との方に取るってことだ。どうもとうまいコネでも使わない、コネっていうかそこのそういう上役とかさ、あの仕事に運送屋の方に影響のある人をさ、こうワイドルでも出してさ、歩けない限りは。あとは政治家だよ。まだやっぱ経験を積んでもっと厳しい経験を積んで